余りが9枚あります。カフェオレで2箱出てたんですけど、1箱飲まれて1箱だけ交換しました。今日の投資額はね、最初の1000円のみ、2箱出したのに1箱しか換金できなかったので、すんごい負けた気分ですけども、まあ、今日1日の収支としてはね、私1万円ということで、なんだかな、マイジャグフーの設定6に座ったんだけどな、それでも1万しか勝てないんだよな。引きが弱い、引きが弱すぎるよな。何なんだろうこの引きの弱さは。100分の1切ってる台でなぜレギュラーしか引けないか。これは勝てないわ、やっぱ勝てないね、勝てないんだこれが。ちょっと休憩します。なんだろうなこれ。何なんだろうこの勝てないのは。勝ってもちょっとしか勝てなくて、どう見ても設定6の可能性が 55% までいったマイジャグ4を、最後の1200回ぐらいはもう200回ちょいずつハマりながらレギュラー、200回ハマりながらレギュラーを4回繰り返して、ビッグが、結局9回のレギュラー17回、最初がね 2ぐらいからのスタートやから、まあまあ7の15ぐらい揃えて、まあまあ初期投資1000円で済んだけども伸びないのよね。難しいな、やっぱりそんなに勢いのある台ではないので、まあ、ある程度出たところでね帰ってこないとなかなか本当、設定6でもねハマるときはハマりますからね。隣の台も設定6っぽいけど750回ハマってたんで、あれ見たらもうねやる気なくなって帰ってきましたですよ。ということでね、ありがとうございました。なんか買ったんだけどしっくりいかないな。せっかくの設定6に座ってても、これではねなかなか引きが弱すぎて、っていう感じですね。はい。まあそんなこんなでね、まあ冗談っぽく説明してましたけども、パチンコパチ、それではもう本当食えないですよ。楽しそうに YouTube で流してる人とか、もうあれ雑誌のライターとかね、そういう企画の専属の、まあ言うたらモデルさんみたいなもんですから、まあだからね、多少の小遣いで、まあ、あとはまあ自分の趣味も兼ねて、もうパチプロじゃないからね、本当にパチンコだけで飯食ってる人はいませんから、なんかの雑誌にその投稿したり、自分で YouTube に投稿したりとかして、何らかの別の収入がないと、ね、スロットだけでは飯が食えないっていうね、今日一日でもお見せできたんではないでしょうか。間違いなく設定6の台マイジャグ4に座ったんだけども、結果ね、総投資が最初の1000円のみ、22回転でレギュラーソロとかずっとそのままの持ちコインで持ちメダルで2000ゲームもっと回したんかな、
結局ね、ビッグが、最終9、レギュラーが17、次枠で、回収がね、10,000円一箱飲まれているので、あの一箱があったら20,000円でね、2万勝ちだったんだけどね、結局ね、今日はプラス1万ということでね、ありがとうございましたということでね、次枠どころかね、次のお店行っちゃうわよ、次のお店行っちゃうわよ、行っちゃうぞということでね、あのもう一個の店にね、顔出しに行きたいと思います。向こうの店では負けそうなんだけどね、今日ね、まあ、最悪今日打てそうな台がなかったら、もう今日こそは打たずに帰るから、もうね、本当に帰っちゃうからね、そういうことでね、次の店に行きまーす。バンブー三秒屋、ありがとうございました、ね、たくさんのご声援、アイテム、ご支援ありがとうございます。いつもありがとうございます。郵便番号544-0013、郵便番号544-0013、大阪市区の辰巳中 K2 プランニング宛てでお待ちしております。みずほ銀行九条支店普通口座109153級、みずほ銀行普通、九条支店普通口座109153級で、お待ちしております。ありがとうございました。さよなら。これ言ってあの物を送ってきたり入金された試しがないんだ、試しがないんだよ、これ試しがない。